橋本五郎疑問の叫び密閉された部屋の中で発見された死体探偵志願の青年は彼に課されたこの謎をいかに解決したか失業青年俺が。 なぜ今日のような地位を得たかってなに事件があったからさだいぶ前の話になるが緑の部屋の主人がそのいかめしい顔に柔和な微笑を浮かべていつになく雄弁に語ってくれたのが次のような話である学生上がりらしい ボロボロの爪め襟服を着た一人の青年が4月の花盛りもよそに悩ましげな足取りで日比谷公園外の埃りっぽい道を歩いていたどこへ行こうというわてがあるわけではないらしく一軒ばかり交差点の方角へ歩き出すかと思うとふと内幸町の方へ電車道を横切って行ったりした「そうだ第1番に突き当たったうちへ飛び込もう」 何浮世だ。しばらくしてからそうつぶやいた青年は今度はそこで目をつぶってくるくると23回自身で体を回した末うち幸いちょうをうち幸いちょうを銀座へ向かって歩きだしたが見ると目はつぶったままである危ない自動車の折るように漆喰する街なかを それでも青年は勇敢な足取りで歩いていったがいずれは目を開いて歩くような具合には行くはずがない青年はやがて一つの建物にぶつかったのである目を開いてみるとすぐ右手に入り口があって眼前のコンクリの壁に石井次郎事務所という金文字の札がかかっている聞いたような名前だが。 青年はしばらく札をにらんで考えていたがそうだった思い出したぞよし急に元気づいたと見るとそれでもちょっと服のほこりを払ってからしっかりした足取りで右手の入り口を入っていった石井先生にお目にかかりたいのですお名前はそれからご用件は何でしょうか 受付にいた中年の人がそう言って青年の風呂に一別を投げた名前は佐々木三郎です用件は青年はしばらくそこで考えたから今度の事件につきましてちょっとしばらくお待ちください中年の人はそう言って奥へ入っていったが間もなくどうぞ。 スリッパを揃えてくれた青年が導かれた部屋には大きな黒炭の机があってその上におびただしい書類が積まれそれを前にしてがっしりした体格の四十年配のいかめしい顔の人が黒い背広で椅子に寄っていた。どうぞとその人が腰を上げて青年に椅子を勧めた。今度の事件について 何かお話しくださるそうでだが青年は椅子へかけなかった帽子を両手に握って何かはにかみながら石井氏の表情へ視線を送っているおかけくださいそしてお話を伺わせていただきましょう実は事件についいてと申しし上げたたのはでらめすお許しくださいそう申し上げればあってはくださるまいと思いましたから 決心した様子で突然青年が言った僕は何か、先生のの事務所に使っていいたただきたいのです。石井氏がどんなに驚いたかしばらくはあっけに取られてただ青年の顔を打ち見守ったのでも察し知られる探偵になりたいって、君がよほど経ってから石井氏が言った経験でもあるのかね ズブ素人です青年の答えはあくまで率直だったそれにしても今度の事件だなんてよく僕を騙せたものだ誰かに聞いたのかね今度の事件をい,いえ事件のあるってことも存じませんでしたただ先生のような方ですから事件のないなんて時はあるまいと思いまして石井氏は しばらく青年の顔形や態度を観察していた「なんというとっぴな男だろう」という驚きの念やそれにしても抜け目のない「いい体の青年だな」という多少は好意のある様子やそんなものがわずかの間石氏の天帝を去来した「僕が今帰れと言ってもその様子では君は「はいそうですか」と出て行きはしまい。 石井氏が言った。よし、それでは特別の行為で、今ここで君に試験してあげる。九代だったら君の自由に、今日からでも事務所にいていい。楽大だったら、二度と僕の仕事を邪魔するようなことはしないでくれたまえ。いいね。青年が承知の意味を答えて、初めて椅子にかけると、石井氏は、 まず香りのいい外国のタバコに火をつけてからここに一つの殺人事件がある今それを説明するから即座に君解決してくれたまえ質問は自由だいいねそしてさて石井氏は奇妙な入所試験に取りかかったのである 殺人事件時は4月雨上がりの日の正午としておく場所は二流地のあるアパートそこの2階7号室に宮本という若い男が住んでいたナンパの不良と言っていいほど若い娘をだましては金を巻き上げていた男だそれが殺された 誰にといい。うのがわからない最初にそれを発見したのはアパートの小遣いで岡田というもうお年寄りだその朝下宿人の全部が働きに出て行った後で佐藤と名乗る1 7八8の断髪の娘が宮本を訪ねてきてその2階の部屋へ行ってから約30分宮本は女から得た金で生活していたわけで時には 誰もが出払った後の自分のアパートでそんな悪いことを重ねていたらしいのだが30分ばかりすると突然いや話して話してとその娘の叫びらしいものが会場から聞こえてきた続いてダダンダダンと床を踏み鳴らす音宮本がまたいつもの悪さを始めたなと下で小遣いが苦々しく思っていると いやってば返してちょうだい返してとひときわ鋭い叫びがして同時に宮本の部屋のドアが壁に打ち当たる音バタバタと廊下へ飛び出したらしい娘の足音「ズシン!と」と重い物体が倒れたらしい響きとうーんと誰かのうめくような声それと真っ赤な顔をしたその娘が転ぶように階段を駆け下りてきて 小遣いの前をひどい息遣いで表へ飛び出していったのとがほとんど同時だったそれきり跡がシーンとなったものだから何か起こったと思って小遣いが宮本の部屋へ行ってみると君宮本が部屋の中央というよりはやや奥に頭をドアの方にして両手を泳ぐように情報へ伸ばし うつ伏せに倒れれててやられていたんだ。わかるね君死因は何ですか石井氏が一息つくところを青年が聞いた左肺部より心臓部に達する貫通思想と石井氏はよどみなく続けた凶気がすこぶるつきの不思議なものだったちょうどガラス工場の職工が使うガラスの水管 あれを細くしたものの先端へポンチの先を取り付けたような長さは2尺5寸全身鋼鉄のそれが君宮本の左の背斜めにピーンと突き刺さって立っていたんだが君にはこの凶器が何に使われる道具だかわかるかね実物を見なければ明確なことは言えませんが森ではないのですか 青年が答えたえ何に使う森だねほかにも使うかもしれませんが関西の海岸へ行きますとちょうどお話のような道具で青年たちが「棚子」という魚をつきますええ張り枝はないものですふーんと何か考えた石井氏は突然立って部屋を出て行ったが5分ばかり立ってからやっと 再び青年の前に帰ってきた。その森が実に見事に突き立っていた方向から考えるとかなり宮本の背後の情報からやったらしい他には犯人の遺留品は何もないのだ盗まれた品もない明らかに怨恨または地上による殺人だとすると君はまず何から調べていくね 第一に凶器の指紋を調べますと青年が答える第2にはその佐藤という娘を探して前後の事情を正しますよし凶器には指紋があった根の一端をつまんだと見えてそこに親指と人差し指との指紋を発見することができたんだそして佐藤という娘も見つかったが君 その指紋と娘の指紋とは全然別なんだようん宮本の指紋でもなけりゃ小遣いの指紋でもないんだ第三者があるわけですねそうだ凶器は宮本のものでもなく娘が持ってきたものでもないアパートのものでもないことは小遣い並びに下宿人一同が証言している娘は その時何の目的で宮本を訪ねたのでしょう何それは宮本の術中にオちんとしたわけさ話でもするぐらいに考えていったのが突然抱きつかれたものだから懸命に反抗して逃げ出したというまでさ指紋の点から見ても娘は殺人には関係ない心臓まで達するといえばよほどの力でやったのでしょうからね 青年の顔面には幾分困惑の色とそれを打ち破らんずはつらつとした正気がみなぎってきた窓はどうなっているのですか宮本の部屋はそれだよ君問題はと石井氏は待っていたように言ったその時アパートには宮本と娘小遣いの老人とその3人しか人間はいなかったのだからそして 凶器の指紋がそれ以外の人間のものだとするとどうしても部屋への他の入り口というのが問題になる小遣いの聞いた最初の物音から考えても宮本がやられたのは確かに娘が部屋を飛び出した直後のことだおまけに宮本がドアの方を頭にしていたことを考えると逃げる娘を追おうとして両手を伸ばしてドアの方へ向かったところを はいいかから誰かにやられににやたのには違いないしかし君君が懸念する通りそれにはちょうど格好な窓がドアとは正反対の宮本を後ろから襲うにはもってこいの場所へ開いていたんだそこから第三者が侵入したと君は考えるだろうところがだ 窓から人の出入りした形跡は全然ないそう語って石井氏はちょっとさみしそうな表情をした「どうにもわからない」と言いたげない様子で「窓の外の地面に足跡などもないのですか?」「足跡はおろか犬の歩いたとさえもない」「窓の外は区形に50坪ばかりの空き地になっているのだが」 平常人を入れないところだから事に雨上がりの日ではあり誰かがそこに来たとすれば何らかの形でその証拠が残っていなくてはならないんだがそれがない壁はコンクリのベタ壁だし隣室の窓からだって人の近づけるような足がかりは皆無だ要するに凶器にある指紋の主は宮本の部屋へは入らなかったことになるしかも殺人は行われている どうするんだ、君解決できるか時間は十分あるよく考えてみたまえ石井氏はそう言うとくるりと椅子を窓の方に向けてたばこをふかしながら往来を眺め始めたその様子はどこか自分でもこの問題を考えてみるといったふうであった石井氏の視点は全く空間の一点に止まったのだ 言とおり機械至極な事件である試験問題としては甚はだ,はだ難解な問題である一見解決法はないかに見えるだが無理にでもこの問題を解決しないことには青年は再び路頭にさまよう人間とならねばならないのだ青年は目を閉じたそしてあらゆる全身の知恵を この殺人事件に集中した落第九代その空き地を挟んでアパートと林家までの間はどのくらいの距離ですか約10分も経ってから青年が質問した「6件半」と石井氏が答えた「林家は2階があるのですか?」 青年が聞いた何をするうちですか下宿屋だ2階もある2階のアパートに向いた側に窓はないのですかあるちょうど宮本の部屋の窓と向かい合ってこれを聞いた時今まで陳謝そのもののようだった青年が飛び上がったそしてテーブルを打って叫んだわかりました 犯人はその下宿の窓から宮本をやったのですどんな方法でと石井氏が向き直った弓で弓でです凶気の加担をつまんでいるのが弓に符合します犯人は棚子の森を矢にして宮本を撃ったのです青年は公然として言ったそして石井氏からの合格という言葉を待った だが石井氏は寂しそうな表情で首を振った事情を考えると誰しもそう考えるのは無理でない僕もいや君も君の考えはすこぶる立派だがそこには弓を考慮に入れるわけにゆかない障害物があるんだいいかねその林家の下宿屋では近く そのアパートに面した佳作の一部を建て直すというので片側が空き地だから不必要と思われるのに新しく板囲いを作ったのだ大工の都合だろうがその板囲いがちょうど2階の窓を塞ぐほどの高さにこしらえてあるつまり宮本の部屋の窓からは下宿の2階は見えないし2階からも宮本の部屋を見ることはできないんだ 弓を使うわけにはいかないじゃないか青年は希望をすっかり打ち砕かれた人のように見えたまったくその他に狂気を説明する道があろうか不可能な問題だ石井氏は単なる物好きから僕という失業青年をからかっているのだ事実としてこんな事件が存在してたまるものか青年の表情に ちらと憤りに似たものが通り過ぎたがもし事実としてそうした事件が起こったならば青年はそう考えると身震いした「僕はどうしてもこれを解決して人並みの生活を得なければならないのだ人生の落語者になってはならないのだ」石井氏は再び窓の方へ向かって試作を続けている。 もう青年の存在は忘れたかのような姿勢である青年は再びどっかと椅子に寄って必死の覚悟で目をつぶった青年の額に太い棺筋が浮いてきた広い額が火のように熱くなっているのであろう赤く恐ろしいまでに光ってきた弓を用いることができます 長い静寂を破って青年が絶叫した弓が使える？石石が今度は椅子から飛び上がった板囲いがあってもがれ穴なんかないんだよ朝鮮の半球というのを使うのです青年が落ち着いていったご承知でもありましょうが朝鮮の弓は内地のと違って非情な弧を描いて飛んでゆきます だから的と手との間に少々の障壁があっても差し支えないのですよ朝鮮の名手になるとすべてその距離と的の状態を知っただけで見事にそれを射抜いておりますしかも弓の小さいのにかかわらずその力の強いことは内地の弓に劣りません犯人は必ずその半球に問題の森を継がえて板囲いの向こうから宮本をやったのです 僕はこれより他に解決法を見つけることができません落第なら早速僕はおいとまいたします青年は帽子を取って立ち上がったそのビウには何かしそうなものが感じられたま待ってくれたまえ君と石井氏が慌てたように言ったじゃあ朝鮮の弓なら 板がいがいあっても殺人が可能だだと言うんだねなるほどなるほどでは君石井氏はそこで何か非常に浪漫した様子を示してから勝手だがしばらくここで待っていてくれたまえ僕はちょっと出かけてくる1時間いや2時間くらいかかるかもしれない夕飯は言いつけておくから何でも好きなものをやってくれたまえ帰らないでタバコもそこにある とにかく僕の帰るまで待ってくれたまえじゃあそして石井氏はあたふたと出て行ったのだがこの試験の結果はああそれがかくも意外な幸福をもたらそうとは宮本の過去青年佐々木三郎が不安の2時間を過ごした時表に自動車の止まる音がして やっと石井氏が帰ってきたが、氏は部屋に入るなり気絶の状を満面に表して、「君、偉いぞ偉いぞ」いぞと青年の手を取らんばかりにした。合格ですか？合格も合格、優等の成績だ。君も喜んでくれたまえ。おかげで犯人をあげることができた。石井氏は言いながらも。 手の舞い足の踏むところを知らずといったありさまだ犯<人>青年は反問した宮本をやった犯人さじゃあ今のは試験問題ではなかったのですか青年にも初めてあの時からの石井氏の何か不審の様子が分かってきた事実はそうした事件に直面して石井氏自身が解決に悩んでいたのだ そうだ、君を偽ったのは僕の罪だが許してくれたまえその代わり今日から君にはこの事務所の人として働いてもらう報酬は君の要求通りにしてもいいいてくれるね佐々木君それから石井氏が語ったところによれば石井氏はあの時すぐにアパートの林家、用意感なる下宿を訪ねて問題の人物を調べたそうである。 宮本を半休を持っていたのは18の少年であった少年の姉はかつて宮本のために恥ずかしめを受け後病を得て倒れる時少年に宮本の罪悪を告げてもし相合うことあらばこの恨みを報いてくれと遺言したというのであった少年は関西の海岸に育ちやや長じて父に従い朝鮮にしばらくいて今度 大学のの生活を送るべく上京したのだという。ちょうど下宿の2階から見ることのできたアパートの部屋ではほとんど毎日のように宮本が娘たちを誘惑する義憤を感じていた少年が内偵してみるとそれが図らずも姉の言葉に合った宮本なることが知れいつか復讐をと考えていたところ友人の一人の話から暗号を得て 前期の棚子つきを携えて上京しその日ついに青年佐々木三郎がかっぱしたごとくの功に及んだものであったいに死刑にはならならね。と語り終わった石井氏は言ったその青年というのがつまり俺なんだが。 よくもあんな無鉄砲ができたと思う。目をつぶって歩いて、ぶつかったうちがほ、ぶつかったうちが他の何か肉屋ででもあったなら、今頃俺もあの台の前で、いらっしゃいなんて肉切り包丁を振り回していたかもしれないね。人間の一生なんてわからないものさ。 知る人ぞ知る私立探偵会の寄宿佐々木三郎氏はそう話し終わって朗らかに笑ったのであった。